はい、えー。皆さん、こんにちは。鈴木森生チャンネルへようこそ、えー。このチャンネルでは、看護師国家試験に確実に合格する学習方法と、えー、必要な知識について解説をしています。えー、今回のテーマは、血液凝固検査です。えー、最初に、血液凝固の復習として、一次止血二次止血専用系について説明します。えー、血液凝固系と専用系について、もっと詳しく説明し、えー、次に、出血傾向について分類します。 そして血液凝固検査について説明します記憶に残る復習の仕方早期して保存について説明し最後に血液凝固検査に関する国家試験過去問題について解説をしていきます血管が傷ついて出血することを破綻性出血と言います破綻性出血が起こるとまず血管が収縮し血流速度が低下して血栓ができやすくなります 損傷した血管壁に露出した抗原繊維に血小板が付着して血小板血栓を形成します。ここまでをまず一時止血と言います。えー、採血をすると破綻性出血が起きますから、えー、血管が収縮して血栓ができやすくなり、えー、血小板血栓ができるというところまでが一時止血ということになります。えー、続いて血液凝固系が活性化されて二次止血が起こります。 損傷した血管の組織因子に血液凝固因子の3番に触れることによって血液凝固系が開始されて血液中のプロトロンビン凝固因子の2番が活性化されてトロンビンになり血液中のフィブリノゲン血液凝固因子の1番が活性化されてフィブリンイコール繊維素になりますこのフィブリンイコール繊維素が血小板白血球赤血球を絡めて硬い凝固血栓を作るわけです 図にするとこういうことになりますよね。フィブリンイコール繊維素が血小板、白血球、赤血球を絡めて硬い凝固血栓を作って止血が完成しました。さて、止血が完成した後にですね血管壁の損傷は修復されますけれども残ってる血栓は邪魔ですよね。ですから繊維素溶解系略して繊用系が活性化されて邪魔な血栓を溶解するわけです。さあ よく見る血液凝固系のカスケードという図なんですけれども組織因子というのは血管の外にありますので血管の外の凝固因子に触れて血液凝固系が開始することを外因系凝固系というふうに言いますそれに対して外のものに触れないで血液凝固系が開始されることもあってそれを ナイン系の血液凝固系というふうに言います。また青く塗られているプロトロンビンやフィブリノゲンは普段は不活性な状態で血液中を流れているわけですよね。えー、2番のプロトロンビンが活性化されて、えー、トロンビンに。そしてそのトロンビンが1番のフィブリノゲンを活性化してフィブリンになるということになります。さあフィブリノゲンがフィブリンに変わると。 血栓ができるわけですが、その血栓は邪魔です。えー、血液中を今、プラスミノゲンが流れているわけですが、えー、プラスミノゲンをプラスミノ,プラスミノゲンアクチベーター、ウロキナーゼなどのプラスミノゲンアクチベーターが活性化してプラスミンにして、そしてそのプラスミンはフィブリンを分解、溶解するということ,ことになります。 フィブリンが分解されたもののことをフィブリン分解産物 FDP と言いますけれども DIC の時に、ね、とても重要になりますのでの詳しくは DIC の回をご覧になってくださいさあそれでは出血傾向を分類してみましょう先ほどの止血の過程のどこかに異常があると そして、そのために、えー、止血がされない、または出血しやすいというのが出血傾向の病気ということになりますよね。一番最初に起きることは、血管の収縮でしたから、血管に問題がある出血傾向というのがあって、血管壁の異常で国家試験に出るものとしては、2つ覚えておきましょう。1つは、ビタミン C 欠乏症イコール解血病。名前が2つありますからね。これが1つ。 そして次がですね名前が3つある病気アレルギー性シャンビイコール IgA 血管炎イコールヘノホシェンラインシャンビねこれも取材されていますのでこの2つはえ血管壁の異常による出血傾向の病気だと覚えておきましょうはい次に今度は一次止血血小板血栓ができるわけですから血小板が異常でもえ出血傾向になるわけですよね。 病名の中に血小板が少ないと出てくる血小板減少性紫斑病それから赤血球白血球血小板の全てが少なくなる再生不良性貧血骨髄の悪性使用で特に正常白血球や赤血球や血小板を少なくしやすい急性骨髄性白血病それから肝硬変それから発出性血管内凝固 DIC が血小板の異常 にによる出血傾向になりますはい次今度は二次止血のために、えー、血液凝固系が作用するわけですがこの血液凝固系に異常があっても出血傾向になるわけですよね。えーえー、先天的に、えー、凝固因子が少ない、ね、血液病という病気。 それから血液凝固因子酸性に関わるビタミン K が欠乏して血液凝固因子の酸性が少なくなってしまっているビタミン K 欠乏症それから肝硬変や発生血管内凝固 DIC はなんと血液凝固系の異常もある出血傾向なわけですそして次に今度はせっかく血栓ができても専用系が更新してその血栓をどんどんどん,どん溶解してしまえばやはり出血傾向になるわけですよね その病気として覚えておくものが発生血管内凝固 DIC ということになるわけです。なんと DIC は血小板も少ない血液凝固系にも異常があるそして専用系も更新しているという3つの理由で出血傾向なんですね。はい、忘れてはいけないのはです、ね、抗凝固薬を服用している患者さんは、まあ、やや出血傾向に傾いているということですよね。 大切な薬として、ワルファリン、アスピリンの2つは絶対に忘れないようにしておきましょう。はい、それでは、ですね、血液凝固検査、代表的な血液凝固検査は、出血時間とプロトロンビン時間と活性化部分トロンボプラスチン時間、ね、この3つが、えー、国家試験によく主催されますので、これは絶対に忘れてはいけない3つの検査ということになります。 ところで、えー、この表の色分けを、ね、見ていきましょう、えー。ビタミン C 欠乏症イコール解決病と、アレルギー性シャン病イコール IgA 血管炎と、ねえー、それから血小板減少性シャン病。これが赤になっていますけれども、原因のところを見ると、えー、上の2つは血管壁の異常による、うん、出血傾向、えー。それから血小板減少性シャン病は血小板の減少による 出血傾向で、えー、なんと出血時間を見てください、出血時間が延長します。これは何かというと、一時止血が障害されているので、一時止血が障害されている人は、ね、一時止血が障害される病気は出血時間が延長し、それ以外のものは正常というふうに覚えましょう。 はい、じゃあ続きまして今度は血液病の A、血液病の B はですね、えー、ね色が茶色くなっています。血液病 A は血液凝固因子8番の減少、血液病 B は血液凝固因子9番の減少で、血液凝固因子の障害、えー、の病気はです、ね、出血時間は正常なんですね。そしてその後のプロトロンビン時間も正常で。 最後活性化部分トロンブラスチン時間だけが延長している。ね、そういう病気はですね、多分看護師国家試験では血液病しか出てこないと思うので、ここを覚えておくといいと思うんですね。血液病は血液を因子が不足しているんだけども、プロトロンビン時間は正常だということです。これは後で、ねえー、説明しますけれども、えー、プロトロンビン時間は プロトロンビン時間が、ね、延長するためには先ほど見せた外因凝固系に異常がないと、ねえー、延長しないのでそれでプロトロンビン時間は正常ということになりますでその下を見てみましょうビタミン K 欠乏症ビタミン K はですね凝固因子の2番7番9番10番、えー、の酸性に関わるのでビタミン K が欠乏するとこれらの血液凝固因子が少なくなります はい、7番は外因凝固系で9番は内因凝固系10番や2番はその両方に関わっているということで出血時間は凝、ね、固因子の問題ですから正常ですけれどもこれに関してはプロトロンビン時間も活性化部分トロンボプラスチン時間も延長するという形になります最後肝硬変と発生血管内凝固を見てみましょう DIC ですね えー、血小板も少なくなる病気ですし、ね、ということは出血時間が延長しますよね。それから血液凝固系の凝固因子が少なくなるという病気でもあります。そうすると、プロトロンビン時間も活性化部分トロンボプラスチン時間も延長するということになりますので、そうやって、ね、頭の中を整理しておくといいと思います。ね、ポイントは、えー、血流病は血液凝固因子が少ないんだけれども、 プロトロンビン時間は延長しませんよっていうところをしっかり覚えておくといいのではないかなと思います。はい、まず出血時間に含ですけれども、出血時間は一時出血が正常かどうかを判断する検査で、血管壁に異常がある病気、または血小板に異常がある病気で延長しますから、先ほどの表でいうと、ビタミン出血防止イコール解決病、アレルギーセッシャン病イコール IgA 血管炎 イコールヘノホシエンラインシャン病、えー、それから血小板の異常である血小板減少性シャン病再生不良性貧血急性骨髄白血病肝硬変発生血管内凝固 DIC で延長するということになります、はい、次にプロトロンビン時間は、えー、外因凝固系に異常がある場合に延長しますよね外因凝固系といえば3番と7番でしたけれどもええー、ね あの凝固因子全体が、ね、少なくなってしまうようなビタミン K 欠乏症や肝硬変や発生血管内凝固,固 DIC では当然このプロトロンビン時間は延長しますけれども内因系凝固因子である8番や9番が欠乏する血流病ではこのプロトロンビン時間は延長しないわけですよねまたこのプロトロンビン時間はですね ワラファリンがちゃんと効いているかどうかという、ね、効果のモニタリングにも使っているということを知っていてください。実際に国家試験にも出てきます。はいえー、次に活性化部分トロンボプラスチン時間です。ね、これは9凝固系の方に異常がある場合に延長しますけれども、ということは血友病も含めた、ね、血液凝固系の異常で延長しますから、血液凝固系の異常で国家試験に出てくるものとしては、血友病、ビタミン系欠乏症、肝硬変。 そして発生血管内凝固 DIC ということになります。さあ、先ほどのプロトロンビン時間に戻りますけれども、プロトロンビン時間はですね、国家試験の問題を見てみると、3通りの表記法でね、取材されています。まず、えー、1つ目が病表示、ね。患者さんのプロトロンビン時間の測定値の後にに括弧がついていて、正常対象。 そして両方とも単位は何秒っていうねでその、えー、測定値と正常対象をの秒数を比べてみ見るということになりますよねでプロトロンビン時間が延長しているかどうかを見るわけです、えー、そして、えー、プロトロンビン比というのがあって、ね、これ患者のプロトロンビン時間病単位、えー、そして基準対象プロトロンビン時間病単位ね、えー 患者さんのプロトロンビン時間を基準対象のプロトロンビン時間で割ったものということになります。はい、3番が PT 活性ですね、えー。基準結晶の活性を100%として患者さんの検体の病数をパーセント活性に感染し、ね、換算して表記されています。さあ、あ国家試験にですね。PTINR というのが出てるんですね。これは何かというと、プロトロンビン時間国際標準比のことなんです。 でなんとこのプルトロンビン時間はですね、施設間によっても使う、えー、試薬によってもですね、非常に格差があるので、これをね、調べ比較するためにはもう標準化しなければいけないと。ねえー、施設間の格差を標準化して、ね、比べないといけないということで、こういう PTINR という概念ができたわけですで、えっと。詳しくは分からなくてもいいと思います。 ね、ただ、ワルファリンを服用されている患者さんは、この p t i n r を2から3、ねえー、もちろんこれ、プロトロンビン比を標準化したものですよね。ですから、あーね、この PTINR を2から3にコントロールして、ね、ちゃんとプロトロンビン時間を延長してないといけないわけですよね。そうしないと、ワルファリンが効いてるということにはならないわけです。 でえー、ワルファリンは、ね、内服薬のビタミン K 拮抗薬ですから、えー、これが内服できないときにはプロ、えー、プロトロンビン抑制薬の、ねえー、今度は注射薬のヘパリンに変更するんですけれども、えー、その時もも、ね、この PTINR でコントロールするという形になります。さあ、あ肝硬変と DIC について最後述べます。えー、肝硬変は 血小タンパク合成が低下しますし、それから血小板酸性促進子であるトロンボポエチンの酸性も低下します。ということは、血小板も減少しますし、血液凝固因子も減少するということによる出血傾向になるわけです。はい、発症血管内凝固 DIC は消費性凝固障害といって、無数にできた血栓に血小板と血液凝固因子が使われてしまい、 えー、この血小板も血液凝固因子もどちらも減少して出血傾向になります。つまり、この2つの疾患、肝硬変も DIC も、血、え、小、ー、板が少ないですから出血しか延長しますし、血液凝固因子全般に少ないですから、プロトロンビン時間も活性化部分トロンボプラスチン時間も延長するという形になります。また、DIC については、ね、別の回も設けてありますので、そちらの方をご覧になってください。 国家試験には確実に合格する学習方法があって、えー、このチャンネルではラーニングするディスカッションの頭文字を取った LTD ですよと教えています。国家試験には合格必勝の法則があって、それはみんなが知っていること、あなたも知っていればいいわけです。LTD をすれば、えー、必ずそういう状態になるので、確実に合格できる学習方法ということになります。LTD は記憶の三原則にも有効で、 理解して覚える決め、短期記憶が長期記憶に変わって忘れなくなる保存、思い出すことができる早期のことです。学習効率が非常にいいこの LTD について詳しく知りたい方は、学習方法の回をご覧になってください。さあ、それでは今回の復習をしてみましょう。SNS で今回学んだことを発信すると、皆さんは早期の訓練をすることになるので記憶に保存されて忘れなくなります。Twitter、Instagram、Facebook、YouTube、LINE など何でも構いません。 あなたの学びでクラスメートも、あ、そうやって覚えたらいいのかと決めることができて、とっても喜んでくれます。その時には、ハッシュタグ鈴木森生チャンネル、ハッシュタグ血液凝固検査とつけてください。お願いします。最初に、出血時間が延長する疾患をね、その理由と一緒に説明してみましょう。次に、プロトロンビン時間が延長する疾患を説明して、最後に活性化部分トロンボプラスチン時間が延長する病気を説明してみましょう。 はい、過去の国家試験に出血傾向を把握するために重要なのはどれか2つ選べという問題が出ています。1つは分かりますよね。それは血小板の数でしょう。ね、血小板が少なかったら出血傾向ですよね。そしてもう1つが血液凝固因子の内形、えーね、凝固因子が少ないと延長する これですね活性化部分トロンボプラスチン時間ということになります。A さん、60歳男性は胃がんの手術目的で入院した。大動脈弁痴漢術を受けた起用があり、内服していたワルファリンをヘパリンに変更することになった。確認すべき A さんの検査データはどれかということですよね、えー。ワルファリンを服用している人はこれを、ね、これでモニタリングしているわけです。それは PTINR ですよね。それをヘパリンに変えても PTINR で、えー 確認するという形になります肝硬変患者の腹水貯留に関連するのはどれか一見ね関係ないような問題に見えます、えー、答えは2番のアルブミンの低下ですよね、えー、肝硬変で血小硬質浸透圧が低下します、えー、アルブミンの酸性が低下して血小硬質浸透圧が低下することにより腫、えー、腹水が起きるわけです 血中アンモニアの上昇、肝性脳症を引き起こしますし、ガンマ GDP の上昇というのは逸脱酵素のことですよね。そして、そうですね、プロトロンビン時間が延長するのは血液をにえる酸性が低下するからという形になります。はい、さらに、肝硬変で見られる検査所見はどれか2つ選べという問題で、これは、えー、一つ一つ見ていくと。 まず、ね、血小板は、ね、少なくなって出血傾向になりましたよね。はい、尿酸値関係ありません。えっと、ね、血小タンパクの酸性が低下しますから、血清アルブミン値は低下しますし、えー、アンモニアを、ねえー、尿素に変えることができなくなって、えー、血中アンモニアは上昇します。さあ、最後のプロトロンビン時間という、ね、血液凝固検査は延長する、血液凝固因子が少ないからということで。 状況設定問題です。62歳の男性、仕事から海外への出張が多い。元来責任感が強く、家庭や会社での信頼も厚かった。東南アジアから10日前に帰国してから全身の倦怠感を訴えていた。本日午後9時ごろ、突如手の震えが出現し、昨年死んだはずの友人が部屋に来ていると。大声で叫び出したため、家族に伴われて救急外来を受診した。体温36.5度。脈拍72回毎分。 血圧124の7 6ト、mm、ル水銀中、眼球結膜に汚染が認められ、血液検査が実施された。ねえーま、海外から帰ってきているので、ね、A 型肝炎の激症肝炎が、まあ、疑われるような、ねえーまあ、急性肝炎か、が疑われるような、そんな所見ですよね。B 型肝炎でも悪くないかもしれません。B 型肝炎の、えー、急性肝炎、激症肝炎でも悪くないと思います。 さあ、問題の1番、2番を省略して、問題の3番を見ると、血液検査で、ね、総ビリビン 3.6mg パーデシリットル、直接ビリビン 2.0mg パーデシリットル、AST3500 インタイニットパーリットル、AST4200 インタイニットパーリットル、プロトロンビン活性35%基準値が80から120が認められた。最も考えられるのはどれかっていうことですよね。えっと、ね、まあ非常にね、えー、 プロトロンビン、ね、活性がです、ね、低くなっているということは、えー、血液凝固因子が全然できてないような、そして逸脱、えー、酵素の値もすごい高いですし、えー、普通、ね、30とかぐらいなのに、それが千、ねえー、を、ね、軽く超えているものですし、ね、ビリルビンチも、ね、2 0 m g s トを超えたら、ね、もうしっかり横断があるわけですから。 えー、これはもう、ね、重症な急性肝炎があるなということが分かるわけです。さあ、あね、この4つの選択肢からですね統合失調症という精神疾患、ね、パニック障害という心因性疾患、ね、身体表現性障害というのも、この心因性疾患、ね、この3つは精神科の病気ですよね。この 患者さんは明らかにもう内科的な、ね、疾患があって、そして精神症状が出てるわけですから、それは症状、精神病である、脳以外の身体疾患に伴う精神障害であると。でこんな中でもねこう、プロトロンビン活性なんていう言い方で、プロトロンビン時間の、ねえー、異常を示す、ね、問題が出てきますから、えー、ぜひプロトロンビン時間にはさまざまな表現方法があるんだなということも知っておいてください。 はい、国家試験にには確実に合格すする学習方法があります今回の学びが皆さんの役に立ったらぜひいいねボタンを押してください。またチャンネル登録もよろしくお願いします。え今回も最後までご視聴ありがとうございました。